こんにちは。我々はですね、難波駅の方の道頓堀の方にやってまいりました。さて今回なんですけど、大阪難波から山陽網干まで各駅停車だけで移動していきたいと思います。これね、他の視聴者さんから要望がありまして、これ普通の快速急行とか特急であれば、だいたい2時間半ぐらいで網干まで行くことができるんですけど、逆に対してここ難波駅から網干まで、まあ山陽の網干までの各駅停車だけで移動するとどれぐらいの時間にかかるのか、今回検証をしていきたいと思います。で今ね、12時40分ぐらいかな、39分を指しておりますけども、で今回は13時スタートで大阪難波から山陽網干まで移動してきて、どれくらいの時間がかかるのか検証をしていきたいと思います。夏の大阪ということで、気温が33度、めちゃくちゃ暑いで、半袖っていうかインナーついているんですけど、それでもね、他はもう暑いっていうぐらいで、皆さんの大にぎわいの日曜日の今日の大阪でございますけども、昼の時間帯から今回は兵庫の網干まで移動することになります。毎度おなじみですけど、こちらが大阪難波駅、阪神と近鉄電車です。ここも完全近鉄ですけども、ここは阪神と近鉄の駅です。でこちらが大阪難波駅、阪神電車側の運賃表となります。西九条までは210円で、ここから先、尼崎まで行っても330円で、甲子園まで、そして西宮までが360円で、阪神神戸三宮までは410円ですね。で元町から先は神戸高速線を通りまして、山陽電車、山陽電鉄本線をひたすら西に向かって近場ですね、近場までは1370円で、姫路まで行っても網干まで行っても、これ料金が同じで1390円。そして今回は阪神山陽新サイドワンデーパスということで、これ1枚で2200円ということで、こっちまで行くと往復分で行くと、2200円以上ということで、元は取れるというお得な乗車券です。ちなみに梅田から姫路まで行く場合だと、片道分で1300円で、往復分で行くと2600円ということで、400円も安くなります。時期乗車券なので、こちらの配車機に通りますね。時間はもう13時前ということなんですけど、もうスタートがもういきなり10分スタートになりましたね。13時10分発の尼崎行きの各駅停車で、この電車で乗っていきたいと思います。これも分かりやすいよね。13時6分の最速の電車であれば、この快速急行で1本で三宮まで行けるんですけど、今回の主役は各駅停車となります。今止まっている13時発の火の鳥なんですけど、これ面白いことに、これ見て見て、8万13ということで、13編成に13列車、13時発の電車は、これはなかなか面白そうですよね。今回改めて各駅停車の旅に今回
は難波から浜松市まで移動しているんですけど、これね、西の方はね、僕あんまり詳しくはないんですよ。山陽とかその先の網走に行く路線はあんまり詳しくはないので、所要時間的にも、まあ、全然調べていないので、まあ、どれくらいの時間がかかるのか、今回検証ということでやっていきたいと思います。普段はね、あの近鉄電車とか詳しく、まあ、調べて利用しておりますけども、今回近鉄じゃなくて阪神とか山陽電車の方に行くので、そっちの方面に行く場合は僕の方はあんまり詳しくはありません、まあ、ですので今回は13時10分の電車に乗っていくということなんですけど、まあ、今から尼崎行きの電車に乗っていきたいと思います。1本目はこちらの電車です。
タートしてからおよそ1時間24分で神戸高速神戸駅に到着となりました。もうだいたい半分ぐらい来たんかな、ここまで来て。こっから先はもう山陽電車ひたすら乗っていくっていうことになります。やはり今回は各駅停車だけの旅になりますので、次の各駅停車が今14時なので14時50分の電車ですね。こっちの電車となります。こっちの電車で一応近場まで移動するんかな。またまた果てしなく長く感じると思いますけども、次の近場までずっとありますね。長いな。次の特急もやってきますけども、次の特急は各駅に止まる電車ですね。ただ今回は各駅に止まる電車ではなく各駅停車だけの乗車となりますので、この電車をパスにします。おお、QC300 じゃん。特急ですよね、特急の表示。しかもこの電車はこの区間は各駅に止まりますけども、今回はあえてパスです。お、阪急の電車ですね。祇園祭りのヘッドマーク、どうやら接続することもなくそのまま阪神の特急電車が発車してしまいましたね。お、表示が出されました。次の電車は14時50分発の山陽普通の山陽姫路行き4両編成ですね。でも川崎一気にも46駅連続停車はかなり厳しいですね。だけどまだまだ半分ぐらい行っていないのか、まあ、大体この辺が半分ぐらい来てるのかな。あー、そういうことか。一本見送った方が乗り換えがしやすいということですよね。いや、調べてなかった自分にはちょっと残念な気持ちですね。やはりさっきの阪急と阪神との接続の関係が見つかりました。阪急電車の方がこれ6分遅れみたいなんですね。ということでその関係で接続することができなかったということで、6分遅れか、マジか。先にやってくるのは直通特急ですね。特急に乗えない電車でございます。やはり6分遅れで来ました。阪急方面から来た特急電車です。うわ、先にこっちが発車してしまいましたね。やはり遅れの影響で阪急方面から来た電車も影響を受けましたね。
間は午後3時49分ということで、今ですね東二見駅に到着です。東二見駅でまた再び直通特急の待ち合わせにあるということで、もうちょっとしたら着くと思いますけども、もうちょっとまだ先かもしれないですね。もうちょいかと思いきやまだ20駅以上ありますね。いやまだ長いな。今も2時間も過ぎまして午後4時16分で、今ですね王将の駅です。最後は網走行きの普通電車ですね。で、こちらはワンワン運転となります。
着です。山陽馬防止駅、結果はもう今夕方の5時3分ということで、3時間50分もかかりましたね。はい、さてよ、この場所は標高約 2.4 メートル、分かりやすいね。外観はこんな感じです。僕自身久々なんですけど、動画自体は初めてですね。まるでなんか写真でいいところで撮れるんじゃないかなという雰囲気ですね。地図を見つけましたけど、 JR 網走までは 3.5 キロ、めっちゃなんか離れておりますよね。ここから一気に 3.5 キロですけど、ほぼ直線ですけどね。駅を周辺を見てもこんな感じで、まあ、さっきもねバスも止まっておりますけども、今ですねこっちのバスでしたね。で北の方に行くとファミリーマートのコンビニエンスストアがありますね。いやもうね、もう夕方ですよ、こちらで、うん、昼出発して夕方に到着するっていう謎の現象ですけど、一応ここからでも海に行けますけども、網走港までバスで行くと片道で180円なんですね。せめて海まで行きたいんですけど、まあそんなに時間はないので、まあ、今回は次回にしようかなと思います。もし仮にね、時間帯によっては朝の時間帯もそうですし、夜の時間帯も所要時間はまあさすがに変わるかもしれないんですけど、まあとりあえずね、日のスタートから5時までのゴールということで、まあ、約4時間以下で到着となりましたけども、はい、そういった結果でございました。またまたいろいろね、電車の旅が続くと思うと思いますけども、夏場がね、結構暑いということでありますので、まあ、先日もね、6月というところで、6月はもう結構40度とか38度ぐらいが出ていた地域がありますので、皆さんもね、水分十分に気をつけてほしいかなと思います。塩分もね、一番大切かなと思いますので、皆さんも熱中症対策十分ご注意ください。といった感じで、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。